はい、どうもありがとうございます。今週月曜日、由布市で夏の風物詩となった由布院盆地祭りが開かれました。新型コロナ対策のため伝統行事が一部中止となりましたが、浴衣を着た観光客や家族連れなど多くの人が祭りを楽しみました。はい、一番点火。この日、2600発の花火を打ち上げたのは豊後大野市犬飼町にある生島煙火です。1913年、大正2年に創業して以来、県内を中心に九州各地のイベントや祭り会場で花火を打ち上げてきました。五号玉といって直径15センチぐらいで、上がって開いた大きさは150メーターぐらいです。26年の間、花火業に携わってきた随木睦夫さん。花火を打ち上げるほか、製造や演出企画までを手掛ける花火師です。それは去年一昨年と比べりゃ全然、増えてますね。しかし2019年と比べりゃ全然ですね。全然って言ったら悪いけど、数字的にはそんなもんです。この日午後3時に花火を打ち上げる準備が始まりました。新型コロナの影響で一昨年の売り上げはコロナ禍前の1割ほどに減少。今年は回復傾向にあるものの、6割程度と随木さんは話します。2020年に打ち上げるはずだった弾がまだ残ってる。やっとこうやって使える日がやってきたってところですね。午後8時45分、花火大会がスタート。色鮮やかな大輪の花が夜空に次々と咲き誇りました。はい、供養花火、ラジオ聞きながら打ちます。花火大会では故人を偲ぶ白い菊の花の供養花火も打ち上げられました。緊張感が漂う中、一つ一つの花火に思いを込め大切に打ち上げる随木さん。会場は花火を楽しむ歓声で包まれました。明るい気分になりますよね。もうなんかこう沈んでるんで、みんなこう2年間ぐらいは見てよかったですね。なんか楽しい気持ちとか心がなんか静かになっちゃうり、この子とかも初めての花火大会だったので、怖がってましたね。来れてよかったです。うまくいきました。よかったですよ、問題なくできました。僕らもこの2年3年いろんなものを犠牲にしてきましたけど、これから変わっていくと思いますよ。コロナ禍3度目の夏、思いが詰まった花火は観光客や地元の人に夏の思い出を届けました。